これはイームズシェルチェア用のキャスターベースです。キャスターベースは仕様がいくつかありますが、これは昇降付きのチルト機能までついたものです。キャスターの種類も本来はいくつかバリエーションがありますね。この時代は昇降にガス圧は使っていませんので、ここの根元を回すことで高さが変えられます。まずこのマイナスのネジ、これを緩めます。そうするとここがですね、こう回転するようになるんですよ。で、回転させればさせるほど、わかりますか？伸びてきてるのが、ここ少し出てきてますよね。ものすごい大変ですけど、こうやって高さの調整します。くる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 回す必要があります。さっきのここのマイナス熱を締めれば、ここは回らなくなるので。で、これを限界まで伸ばすとですね、それなりに高くなるんですけど、まあとにかくこれちょっと時間かかりますんで。はい、前回まで回しました。まあこんな感じでそれなりに高くすることもできます。戻すときはまたこれ回転しなきゃいけないんですよ。大変です。で、次はチルトの調整についてですね。これ今一番ここで調整するんですけど、締めてある状態です。まあ締めてある状態でもここはまあ若干動くんですけど、ここをですね、こう緩めるんですよ。で、緩めれば緩めるほどこの角度の調整が広くなるんです。これを回転させて、この緩めれば緩めるほどです。わかります？これ緩んでってると、ここが下に下がってくるので、ここがより広く動くようになるんですよ。で、これ全開まで回すと、まあ、止まるんですけど、そうするとどうです？ここが当たる当たらないのこの広さをこのレバーで調整するってことになります。だからこの上にシェルチェアがついてれば、こんだけ後ろにリクライニングするようにできるんですよ。こういうふうに後ろに、これがチルト機能です。現代のリクライニングのスムーズさとはやっぱり全然違うのはもう古いもんなんで、50年代のことですからね。ここで、調整できるので、まあ、ちょっとだけ傾くとかもできます。で、さっきも言いましたけども、ここ前回まで締めたとしても、まあ、若干は動きますんで、まあ、そういうものです。ということで、これがキャスターベースのフル装備の仕様です。今回備考録として動画を残しました。まあ後で私も見返せるようにですね、最近こういうベースとかは珍しくなってきたので、まあ参考にする人は参考にしてください。では。